亀石、亀石は、武家、家族だった、日本の士族。本生は源氏、または、穂住氏。家系は、宇田源氏佐々木支流を称するが、穂住支流藤代鈴木氏の流れを組むとも言われる。亀石は、木の国亀を発祥とし、宇田源氏の佐々木氏の流れを組むとされるが、信憑性に乏しく、穂住瀬藤代鈴木支流の亀石激用の流れとする、説もある。 亀井秀綱は、天骨根久側近として仕えたことが確認できるが、その後一族は没落し、系譜等が不明となっており、その系譜は現在でも明らかとなっていない。戦国時代に、由史から養子に入った亀井これのりは、天子氏に仕えるが、天子氏が毛利氏に滅ぼされると、豊臣秀吉に仕えて、稲葉国桁軍ロケや13,500国を領することになる。 これのりは秀吉から琉球史を称することを許された。慶長5年の関ヶ原の戦いにおいては東軍に属し3万8000国に加増された。これのりのこの聖のりの代になると4万3000国に加増され、元那3年には岩見国家の足軍ツアーの4万3000国に天保となる。天保10年には筑後久留米藩主有馬よりのりの六つおこれみが、 養子に入って、津和の藩主に就任した。津和の藩は、長州藩の隣藩という厳しい立場にあったが、時代の流れを見誤ることなく、幕末維新期を乗り切った。コレミは、明治新政府において、宗教政策に大きな影響を及ぼすことになる。明治9年には、堤家から堤明町の三南亀麻呂がコレミの、養子に入る亀麻呂は国民と改名して、 家徳を相続した。明治17年には国民は死者に劣せられ、明治24年には、養父のコレミの功績により、白尺に昇爵した。日清戦争においては国民は、日本初の従軍カメラマンとして300枚以上の写真を撮影した。しかし戦場における過酷な生活のために徐々に、健康を害し明治29年に死去する。国民の後を受けて、 白尺となったココツネは、式揮部官、資料官、東宮寺銃を歴任した。ココツネの孫の久置は、元衆議院議員である。藩霊太寺は、当主、太都は、実施、細佐は要子。経図一亀井久綱。安綱。秀綱綱。これのり、経図二亀井久綱。秀綱綱。安綱国綱。 九星これのり一。聖のり二。京のりここ聖三正直なおこれ地か四。ここ上菅沼貞吉ここ万五。ここ延べ六亀井のり亭八。ここ種七のり剣九九十。ここ九お九九こ九九こ九九九九九九九ここ九十九ここ九十九九こ九九九 ここ立て十五一一正勝松平近吉。ここもと十六つね影久置立て寺市。秋子、ありがとうございます。